Thank you.
窓も回転式に閉めるようになっていて、天井を邪魔する窓が。
の丸窓は富士見窓と申しまして、斉昭が陣太鼓を作った時の余材を利用したもので、その陣太鼓は常盤神社境内の儀列館に陳列されてあります。東側の障子は1枚引けば3枚が連動します。雨戸も回転式に閉めるようになっていて、展望を邪魔する戸袋は作ってありません。また後ろには食前を運ぶいわゆる手動式エレベーターが